阪神負けてるとき8割9回表斎藤佑樹が投げてる。どうもトカです。はい、ということでね、楽天との交流戦2戦目、先発がね、西純也投手ということで、ここまで西純也投手連勝してるんで、その勢いでね、この楽天、わしをね、わしに向かって、もう思いっきりね、ピッチングしてほしいんですけど、昨日勝ってね、いい勝ち方、交流戦ね、いいスタートできてるんで、どんどんね、連勝、していきましょう。ないやろ、これはもう相手に流れがいっちゃいます。ああもうまたか、満塁。もううわーマジかー、斉藤やー、おいもうえぐいって、やったー、ここでダメ押しやないやろ。銀次打ちでした。あ、速いってラッキーセブン、速っ、早い、ね、あー、何しようないやろ。あー、せっかくのチャンスや、マルテの代わりに出て、いやー、1本くらい打って、大山のホームランしかないや。そうですわ。やったな、これ。なんやこの試合は。おい、大山のホームランしか見どころないやないか。ローリーグ最速の30敗30。おめえまた明日にも自力優勝が証明する可能性あり。お、また急に現れたな、これ。お、また急に自力優勝を証明すがーとか抜かしよって、おい、いつも急なんじゃボケーな。もっと早めに情報をよこせや。なんで明日にも消えんねん、おい。お、今回先頭辰巳に左中間への勝ち越しホームラン、辰巳にホームランはないやろか。辰巳に浅村秀人にツーランホームラン、浅村海斗はないやろ。おい、何やってん
ぶってたんやぞ、浅村は交流戦始まるな。ちょっと前ぐらいから、不調になって眠ってたところで、おい、何を犯しとんねん。なあ、目覚めの一発放っとるやないか、おい。なあ、これ阪神が怒られんねん、セリーグ全体から。はい、だ、銀次。ダメ押し2点タイムリー。1イニング2失点は入るかー。おい、いい加減せ、斎藤佑樹やー。おい、何致命的な2点を与えとんねん。こういうか、お前の手にやっとないやろ、おい、マルテ、おい、マルテ、おい、また右足やってもうたんかな。おい、いや、去年は目覚ましく活躍して今年もやってくれる思うたら、また怪我か。おい、マルテ、これ2年前とかと一緒やないかな。おい、ロハス、おい、おい、ナルオハまでアブロ振ってる場合ちゃうぞ、おい、マルテハンが怪我したわ、今すぐ戻ってこい、おい、そして打てよ、戻ってくるからには。ガンキュガン、頼んだぜ、頼むぜ、よろしゅう。